皆さん、こんばんは。時間となりましたので、連続セミナー、ブラック・ライフス・マター運動から学ぶことを開始いたします。私は本日、司会を務めます、東京外国語大学現代アフリカ地域研究センターの竹内と申します。よろしくお願いいたします。東京外国語大学は、ブラック・ライフス・マター BLM を非常に重要な今日的運動と捉えまして昨年10月より学内の研究者を結集して連続セミナーを開始していますこれまでに開催されたセミナーの内容や録画そして今後の予定は本学のホームページに掲載されていますどうぞご覧ください本日は BLM を芸術につなぐと題しまして 美術家映画監督の藤井光さんにお話をいただきます。藤井さん,に藤井さんはご講演に加えてご自身の映像作品赤い線に分けられたクラスを上映していただきますこの作品は3.11震災と原発事故をめぐる差別について考えようとしたものです作品上映に続いて本学アジアアフリカ言語 言語文化研究所教授の西井良子さんにコメントをいただきます本日はまず藤井監督に20分程度のお話をいただいた後赤い線に分けられたクラスを全編上映いたしますこれは22分の映像作品ですそれに続いて西井さんのコメントと藤井さんのリプライの時間を取りその後フロアからの質問コメントにお答えします ご声を聞いてまた映像作品をご覧になりながらあの質問を思いついたら Q&A 機能を使ってどんどん送ってください。それでは藤井監督にお話をいただきますえ藤井さんはパリ第8大学で美学芸術を学びいくつもの映像作品を発表してこられました。人類学者との交流も 積極的になさっていて2018年には本学のアジアアフリカ言語文化研究所において映像作品日本人を演じるの上映を含めた研究懇談会でお話しいただいていますそれでは藤井さんどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、藤井です、えー、今日は、えー、どうぞよろしくお願いいたしますまたこういうあの会にお招,お招きいただきまして、えー、大変 えー、光栄に思っておりますそれであの今日はですねあの私が監督した作品を上映させていただくということもあり、えー、BLM を芸術につなぐという、えー、本題に関して、まあ、一般論ではなく、えー、私自身のアーティストとしての生、えー、い立ちに関する告白に時間を割かせていただきたいと思います。黒人に対する まあ、暴力や構造的な人種差別に対して撤廃を求める運動は、えーまあ、ジョージ・フロイトの死をもって、えー、一夜にして現れたのではなく、えー、抑圧された、えー、黒人たちのが、まあ、解放を求めてきた、えー、長い歴史がありますそうであるらば、えー、私は私が生まれてから何度もおこの歴史的運動に 直接的間接的に参加する機会があったのではないかという問いがやはり私の中にはありますで、私は少年の頃、えー、絵を描くことが、えー、好きでした、えー、見るものすべてを描けるという自信に、まあ、満ちていたんですけれども、えー、そのような私を見守ってくれた母が、えー、ある日ですね、えー、ハックルベリーフィンの冒険という一冊の本を手渡してくれました まあこちらは、えー、現代語、現代版の役になるんですけども、えーまあ、あのご存知の方も多いと思いますけれども、えー、凶暴な父から逃走したハックルベリーと、まあ、米であった黒人のジムが、まあ、一緒に逃走する物語なわけですけれども、まあ、当時の私はですね、このハックルベリーのように、まあ、ある意味、無学で学校が嫌いな子供と、 どのようにですね。まあ、その本を実は読めずに、えー、放り投げてしまいます。私の国語の成績はえー、まあ、5段階中、えー、下から2番目でした。まあ、成績表もあの、いつもあの1から5まであってですね。まあ、多様性を尊重するまあ、今日だったらばですね。結構、あの称賛されたかもしれないんですけれども、えー、まあ、当時は問題児とされました。 ひらがなをですねこう左右反対に書いてしまう時期も長かった私にとって、まあ、漢字がこう並んでいる本というのは、まあ、そもそも、えー、読むことができなかったんですね。でそのことを誰よりも知っていた母が、えー、なぜこの本を私に勧めたのかと、えー、そういう問題があの謎がですねまあ今でも解けないんですけれども。 えーまあ、彼女は、えー、ソーシャルワーカー臨床心理士と,としてですね当時まだ日本では、えーまあ、全く語られてなかったアスペガー症候群 ADHD についての社会的認知を広げようと、えー、活動をしていました、まあ、中でも、えー、教育現場での子どもたちへの無理解偏見差別に対する怒りは、まあ、仕事から帰ってきても全然収まら,ず収まらなくてですね まあ20分でご飯作るからとか言いながら、まあ、あの私何度も、えー、そのことをあの話していたのを非常にまあ印象深く記憶しています。で障害を持つ子どもたちを、えー、通して、まあ、母が見ていた社会というのは、まあ、もしかしたらそのハックルベリー・フィンの冒険で描かれているう人と人との間に、まあ、差別の、えー、線引きをする奴隷解放宣言以前のですね アメリカ社会と何かしらつながるうそういうものだったのではないかなというふうになんとなく思っています。まあ、いずれにしようハックル・フェリー・ベリフィンの、あのー、冒険を読まなかった私の描く絵の中には、まあ、その時代は、まあ、そのような不自由な世界が、えー、描かれるということは、えー、まずなかったですね。で、あのー、それから、まあ、本を少しは読めるようになった。 でまあ青年になった私ですが、えー、今度はあの何一つ描くことができなくなっていきます、えー、描こうとする対象を取り巻くうまあ時間と空間に、えー、悩まされるようになったんですねで母はそのような私をまあ軽度の神経症とあの慰めにもならない分析をしてくれましたけれども、えー、まあこの苦しみはですねあのかつて牧師になろうと えー、修道院にいた父の本棚から盗み出した神、まあ、学や、えー、哲学の本が、まあ、なんとなくこうこう追い打ちをかけていくんですね。まあまあ、とはいえですね、あのーまあ、神が神は死んだとか、あのー、実存がどうのこうの、まあ、そういうことに、あのー、興味を持ったところでですね、えー、学校の成績が上がるわけでは全くなかった。 わけですですもはやまあ、その当時になるとですね私にはまあ、成績表というものそのものが実存したのかさええー、もはやもう記憶にないという状況でしたしかしまあ描けなくとも絵を描くということは、えー、続けていたんですねでそしてある日ですね私は絵を描くことのまあ原理的な、えー、困難、えー、その表彰不可能性について 学校の美術教師に、えー、打ち明けます。まあ、しかし、えー、お前はもう終わりだよとお笑われるだけだったんですね。で、私はまあ,あ、変わりもととして、まあ、あるいはまあ不良として教室を立ち去って、タバコを吸って気を紛らわす、それぐらいしかできなかったわけです。これが当時、えー、っと私が、えー、描いていた絵になるんですけれども。 えー、私たち家族が暮らしていた、えーまあ、埼玉県南部はですね、まあ、反移民のヘイトクライムで知られる在徳会が最初のデモ行進をした場所でもあって、まあ、当時、まあ、私が千、えー、年児、子供時代を過ごした時には、えー、移民の人口密度が日本で最も、えー、高い地域でしたで。日本人家庭においては、えー、親殺し、子殺しがですね、全国で一番多く、 えー、家庭内暴力、児童虐待、リンチ、謹、え、慎、ー、相還、えー、殺人事件をケースワークとしていた、まあ、児童相談所の職員だった、まあ、父の話はですね、えー、私の家に夜遅くまでたむろする、まあ、不良たちが生きる、まあ、現実、家庭のことだったんですね。で、その父がです、ね、私に、えーまあ、望まない妊娠の結果、生まれた子どもたちのことや、 えー、性奴隷にされている子どもたちのこと、えー、歴史的社会的法的に構造化された、えー、貧困について、えー、語り出します、まあ、ここに、まあ、間接的ではありますが、えー、黒人のお歴史的運動につながり得る、まあ、第二の機会が、えー、訪れたわけなんですけれども、まあ、しかし、えー、私は、えーまあ、父の話に耳を塞いでしまうんですね でまあ、父が変化を求めていた埼玉県南部の、えー、時間と空間と、まあ、私自身が、まあ、絵画を通して、えー、こう見ていた個人的な、えー、時間と空間とのつながりに、えー、その時は、えー、気づくことはできなかったんです。でそれよりもむしろお自分と、えー、絶望を共有する、まあ、友人たちと生きるこの地元がですね 社会学的、えー、家族心理学的な見地から虐待、まあ、化されることへの、まあ、反発さええー、覚えました。で16歳の時から学校をあの無断で休んで、まあ、1人、まあ、バックパッカーとして海外をう,つう,ろ,つくうろつくことをですね、まあ、許された、まあ、恵まれた私だったわけですけれども、まあ、ちなみにあの学校では私がそのいない時、まあ、少年院に入っていたと、えー、噂されていたそうですけれども。 あのバルカン半島、えー、東ヨーロッパを旅して、まあ、フランスの、えー、と美術予備校へと、えー、通い始めます。でパリの、えー、と美術予備校は、えー、絵を描くことの不可能性についてこう、まあ、現代美術とかコンセプ,セコンセプチュャルアートを参照しながら、えー、こう共感してくれる、まあ、友達や、えーまあ、教師に、まあ、出会うことができたんですね。 でそれはまあ,ある意味ではこうハックルベリーとまあ黒人のジムが乗ったこう自由へと向かう、えーまあ、イカダに、まあ、自分自身も、まあまあ、ようやくある意味乗ることができたあわけですけれどもお、まあ、作者の、えー、とマーク・トゥエインがやはりまあ偉大だったのは、まあ、そのイカダが、えーまあ、奴隷制が廃止された、えー、自由州へと、えー、北上するのではなく えー、南部部の深部へとこう下らせてファンタジーの世界にまあ入らなかったことだと思います。まあ、つまりどういうことかというと、まあ、私は、えー、白人の息子ハックルベリーではなく、えー、ないという,です、ね、こう現実にこう遭遇していくわけです。 でそれどういうことかと言いますと、まあ、ある日、えー、美術史の教師が、えー、美術大学入試の課題図書になっていた、えー、フランスの哲学者ピエール・アンドレ・タギエフのです、ねまあ「人種差別、まあ、レイシズム」という本を、まあ、解読している時に、まあ、次のような、えー、問いかけを生徒たちにしますアラブ系の生徒が、えー、テストの点数が低かったのは 白人教師が人種差別主義者であると抗議していると、えー。それでは本当の人種差別主義者、レイシストは誰なのかと。で、この誘導尋問の正解は、えー、アラブ系の学生となったわけですけれども、えー、私にとってはですね、これはあの私のこの精神をですね深く歪ませるほどに、まあ、衝撃的な、えー、っと経験でした、えー。なぜかと言いますと、 まあ私の心の中で、えー、白人に対して、えー、っと私が抱くあらゆる種類の感情、えー、それ自体がですね、まあ、そういう感情を抱くこと自体が、まあ、私が人種差別主義者であり、えー、レイシストだからと、まあ、当時、えー、納得してしまったんですねで、まあ、その背景にはやはり、えーまあ、差別を受けるという,、えー、こう日常そういうものが日常化していたという現実があったわけです でそれはまあそのためにですね、まあ、防衛のために、えー、っと私はできる限り、えー、高等なフランス語をこう使えるように、えー、多分この人生においてあの多分その時代初めてですねもう必死にあの勉強したわけですけれども、まあ、その当時の私をです、ねえー、っと精神科医、えー、フランツ・ファーノンならばですね 劣等性コンプレックスと診断したであろう、まあ、ある意味こう白い仮面をでこう自分の身をまあ固める、まあ、そういったえっと状況だったわけです。と、えーまあ、はいえですね、まあ、アラブ系アフリカ系のまあ人々をです、ね、こう見下しを恐れ、まあ、差別をする、まあ、パリの、えー、日本人コミュニティには近づかないという、まあ、人権感覚は、えー、残っていました。 でしかし、まあ、美術史を教えてくれた、まあ、白人教師のレトリックは、まあ、その当時、まあ、見抜けなかったわけです。で、今振り返ればですね、まあ、その美術史家ゴンブリッジの、まあ、美術の物語を基準とする、えー、西洋中心主義の歴史を、まあ、なんかこうひたすら暗記されていさせられていたに、まあ、過ぎない、えー、そういった授業だったわけなんですけれども、 まあそれ以上にやはりまあ危険だったのは20歳に満たない私の,あの心に浮かぶ白人に対する感情をですね人種差別的と分類させで私自身が背負うべき罪とこう転換させたこれ自体はですねなかなかえっと今思うとかなりえっと酷だったなというふうに思いますであのこの呪いをですねまあ脱構築するには私が まあ、志願校の美術大学に合格し、えー、アラン・モローという、えー、映画監督に出会うまでは、まあ、あの解かれなかったその時まで待た、えーまあ、なければならなかったわけですそれで、あのーまあ、今ですね、まあ、これから留学するかもしれない学生たち、えー、数年後に学校の先生になって、えーまあ、子どもたちにる前に 前にで、ね、何かこう教える立場になっている学生たち、そして、まあ、今、日本に留学してきている外国人留学生を前に、まあ、ここであの留意しておきたいことがあるんですけれども、この当時、私自身をですねこう有罪とさせた白人教師のレトリックはです、ね、まあ、今でも息づいているということです。 それどういうことかっていうと BLM 運動をです、ね、こう人種差別だと、まあ、批判する、えー、保守派の白人たちが、まあ、まさに、えー、そ,のおそのロジックをです、ねまあえー、継承していて、まあ、日本においてもです、ね、あのかなり、えー、っとこう広まり、まあ、正当化されていたオ、えール・ライブズ・マターこれもまた問題の本質をずらす、まあ、レトリックである。 ということはですね、まあ、警戒を必要とすることなのかなというふうに思っています。で、あの当時のフランスはですね、あの郊外で生きる若者たちがまあ、絶望の淵からまあ、最後の表現として、えー、車にま火を放ってまあ、黒い煙を立ち昇らせたまあ、そういう時代なんです。で、その燃やされる車の数は1日に300台を超えていました。 でこの若者たちを絶望させていたその郊外というのは、えー、ペリフェキリックと呼ばれる、えー、環状高速道路によって地理的に分離された場所で、まあ、あらゆる種類の、えー、移民その2世難民が住む、えー、ゾーンだったんですねでそれに対して、えー、私が通い始めた美術大学は、えー、パリ中心部の、えー、カルチェラタンにあるフランスの 名門高等教育機関の、えー、一つでした。で、まあ、教授アラン・モローはですね、その授業で、えー、学生たちに、えー、問いかけます。なぜ、えー、この美術学校には、えー、黒人がいないのだ、えー、それについて考えようと。で、私たちは、えー、私たちがいる学校が、 えー、どのようなものなのかをですね、こうディスカッションを通して、えー、発見していくことになります。で当時のフランスの国立大学は、えー、学費が、まあ、無料だったわけなんですけれども、まあ、つまりこう、入試さえ合格すれば、まあ、誰でもが、まあ、平等に、えー、っと教育を、まあ、受けられたわけです。しかし、まあ、社会は、えー、っと公正ではなかったんですね。 まあ、つまり美術大学に入るための予備校にね高額の,の授業料を払える者だけが、えー、入学できたわけです。で、まあ、ヨーロッパ各地からあの裕福な白人の若者たちが、まあ、集まっていたわけです。でしかし、えーまあ、すぐ近くの、まあ、フランス、まあ、パリ郊外の出身者は、まあ、ほとんどいないという現実がありました。 でそれで、まあ、日本の、えーまあ、ある意味でのゾーンからやってきた私は、まあ、偶発的な、まあ、当時、えー、円高でしたので円高と、まあ、そして、まあ、フランスの社会保障によって、えーまあ、救われたわけです。でなぜ、えー、黒人がいないのかという問いは、えー、白人に支配された、えー、美術大学の構造をあらわに、えーまあ、したわけです。 で今ここにいなくてはならない黒人がいない、えー、黒人の不在という,うこのもう紛れもないこの第一の事実が、えー、過去の植民地支配によって歴史化された不公正な社会、えー、それに準じてこう長年形成されてきた西洋美術史でそれに立脚する現代の美学体制 まそれ自体をですねひっくるめてこうまあ、問い直す、えー、問い直しをま迫る問い、えー、ものだったわけです。でここにおいてえー、っと私は初めてまあ、黒人の不在についてまあ今日の主題で言えばああこうジョージフロイトの死について、えー、集団的に考え議論し、えー、行動することでまあ、社会に変化を起こそうとするまあ黒人コミュニティの歴史的な運動に。 間接接的なながらも、まあ、接近すすることになりますでアランの合図によって始まるう、まあ、このディスカッション、えー、とワークショップは、まあ、今でこそアクティブ・ラーニングとか、えー、ソーシャル・エンゲージ・アートリレーショナル・アートといった、まあ、教育や、まあ、現代美術の、えー、と文脈で捉えることが、えー、できるかもしれませんが、まあ、アランが、えー、その友人であり 人類学者のジャン・ルーシュらによって始められた映画運動シネマ・ベリテの実践者だったということは今私の創作の特殊性の一つである映像を用いた共同制作や集団的な場を作って議論の場を作っていくという形式やこの作品の造形性とは無関係ではないというふうに思えるわけです。 まあ、とはいえですね、えー、私の海外の、えー、関心が、えーまあ、薄れたというわけでは、えー、ありません。えー、っとこの絵はあの15世紀後半に、えー、日本人の画家によって描かれた、えー、南蛮屏,屏風というものです。で、この絵をですね、まあ、正確に言えば、えー、っと写真家の奈良原さんが、まあ、撮影した えー、複製写真なんですけれども、まあ、この絵、まあ、写真、えー、を設営展示しているのは、えー、アフリカ系アメリカ人で、まありアーティストグループダムタイプのパフォーマーであった、まあ、ダンサーの、えー、ピーター・ータゴライトリーさんですでこの作品は、まあ、この南蛮屏風を、えー、っと部分的にクローズアップして、えー、ピーターがーこの近世日本画をどのように見るのか まあ彼の即興によるパフォーマンスを記録映像化して作品した作品とした、えー、南蛮絵図という作品になりますで、あのー。日本美術史,美術史の、えー、一般的な解釈では、えー、この南蛮屏風というものは、えー、ポルトガル人が初めて日本に来航した時のこう西と えっと、東の交流を描いたものとされています。えーまあ、ちょっとこれだと見にくいかもしれませんけれども、まああの、よく見るとですね、この豪華な服装に身を包んだポルトガルの商人や、えー、修道服姿の、えー、宣教師に、えー、がですね描かれているんですけれども、まあ、日本の、えー、と美術史はそのことをこうかなり雄弁に語っていくんですけれども、えー、それらの えー、主人たち、えー、に帰るう人々のについてはですね、まあ、これまで言及されてこなかったわけです。で当時のですね画家は、えー、もう確かな、えー、視線を持ってですね人種の、えー、身体的、えー、差異を描いて、まあ、階級序列を 的確にこう識別してえと記録していました。まあ、船のこうマストで危険な作業をする黒人やまあ荷卸しをする肌の色い色のまあ濃いえものたちがですね、しっかりとこう描かれているわけです。で、あのーまあ、このことについて、えーまあ、非常にこう。 あの詳細に、えー、実証的な研究によってこう研究をしていたあの萩原ろ、まあ、子さんという,う、まあ、黒人文化あーいやそれだけではなく、まあ、美術における、まあ、女性学の、えー、パイオニアでもあるんですけれども、まあ、彼女のこう論文や、まあ、研究によって、えー、っと私はそのことをもう気づかされ、まあ、学んでいったわけなんですけれども。えーまあ つまりですね、この日本美術史においては、この南緑屏風に描かれた、えー、こう南と北の植民地的交流という、まあ、近代的かつ現代的な問題について、えー、やはりこう日本美術史はです、ね、あの,の言論空間は、まあ、これまで閉ざされてきたと。 15世紀、まあ、日本の政治家や、まあ、裕福な商人たちにこの絵は実は非常にこう、まあ、南蛮屏風はですねあの流行して流行っていたわけなんですけどもそれはですね見方を変えれば、えーまあ、ブ貿易によって繁栄した、まあ、海上帝国であった、まあ、ポルトガルの最新の経済モデルがある意味こう美学化されて えー、同時にそれはその植民地支配をですね、まあ、正当化する絵画だったわけです。で、えー、その何て言うのかなあの一種描かれてるんだけれどもそれが見えていないという,う黒人を、えー、不可視にする帝国の視線とこう一体化する、えー、してきた、えー、と日本人の視線について、まあ、問い直した えと別の作品、日本人演じるという作品があるのですが、少しえとこのことを簡単ですけれども、ちょっと紹介したいんですけれども、これはインスタレーション作品として作ったんですけれども、19世紀後半、欧米のまあバンコク博覧会でまあかなり流行した。 こうまあ、今では、えー、人間動物園と批判される、まあ、植民地から人々を連れてきて、まあ、見せ物にする、まあ、つまりは人間の展示をですね、えー、がまあ欧米で行われてたんですけれども実はこの日本においてもですね20世紀初頭、えー、開催されかなり人気を博していたというあの歴史があります。で日本のあのあ えー、この人間の展示はですね、あのーまあ、アイヌの人々や、まあ、沖縄そして、えー、植民地支配していた、えー、朝鮮台湾の人々を、まあ、展示して、えーまあ、見せ物にしたんですね。でしかし生身、まあの人間を、まあ、物体ないし、えー、科学的な標本とみなす、まあ、こういった人間の展示は、まあ、展示される側から、まあ、猛烈な抗議を受けます。 で私はこの、えー、人類界事件をめぐる当時の、えー、言論空間の再現、えー、再演をです、ねまあ、試みたわけですけれども、えー、ここで注意したい点は、まあ、過去の、えー、特定の文化イデオロギーをです、ねえー、批判するために、えー、こういった作品を作っているわけではないということです。えー、それでは、まあ、あまりにも安易だというふうに思うわけで。 えー、現在のこの時間と空間は、えー、そもそもこう長い歴史的なプロセスを得てですねこう立ち上が,上がれると。で、えー、この作品で問うとしたのは、まあ、日本人があそして人類が、まあ、過去の何をこう変化させ、まあ、変革させ、えー、一方で過去から現在へ、まあ、何を遺産として相続してきているのかと、まあ、そういうことを、えー、考えてみたかった。 わけですであのこの問題意識は、えー、これから上映する赤い線に分けられたクラスにも、えー、引き続がれています。でこの作品は BLM 運動で、まあ、再評価されたアメリカ人教師ジェーン・エリオットの実験的な授業を撮影した、えー、分離された教室を東日本、まあ、大震災版としてですね 書き換え、当時ゼロ歳だった子どもたちとともに、視察するものです。で、あの、その際にですね、まあ、私自身、えー、こう、普段、まあ、芸術活動、アーティスト活動をしていてですね、教育現場の、えー、っと、ことを知らないっていうのもあるし、えー。このシナリオに関してですね、あの、その現場にいる、学校の先生方や。 えー、スクールソーシャルワーカーの方々に,あにですねあの協力していただいてですね、まあ、あのこの震災後版っていうものを、えー、っとつく作り上げましたで、まあ、監督した私が、まあ、これ以上、えー、何か言うのはなんかこう作品の、えー、自由な解釈を狭めてしまうので、えーまあ、控えたいと思います でえー、ということで,です、ね、早速、えー、上映に入っていきたいんですけれども、えー、っと先ほど少し紹介した、えーまあ日本人の、日本人を演じるという作品に出演した、えー、俳優の李ジンさんがです、ねあの、この作品、実は先生役を演じていただいています。はい、でそれではです、ねえーっと、上映時間、えー、22分になるんですけれども、 えー、早速、えー、と上映を開始していきたいと思います。えー、それでは、えー、よろしくお願いいたします。見応えのある作品どうもありがとうございました。それではあの続きまして 本学西井さ,さんは社会人類学者で南タイを中心とする東南アジア大陸部をご専門に研究を続けられてきました先に述べました日本人を演じるの研究懇談会でも西井さんを中心に企画されていますそれでは西井さんどうぞよろしくお願いいたします はい、ありがとうございますあの英検の西ですこれで大丈夫ですかはい、はい、えっとそれではの藤井さんにまあ一番最初にお会いしたのは2018年の3月に英検のあのシンポジウムに来ていただいたのが最初でしたで藤井さんはその時にですね日本人を演じると今日はあの えっとちょっとご紹介もありましたけどもその映画を見せていただいてそこでいろいろ議論するという会だったんですけどもで、えっと、その時の,あの,あの話題というのも、えー、先ほど藤井さんもあの紹介されましたけども、えっと、人学術人類館事件という1903年にまあ大阪で行われた第5回国内 内国官業博覧会そこでのまあ生身の人たちアイヌや沖縄や台湾の人々を展示するという、まあ、それをあの、えー、と学術人類館事件というふうに。 あの言われてるんですけどもでそれに関する、まあ、シンポジウムでした。でちょうどその時藤井さんはあの2017年に日産アートアワードグランプリという受賞されたんですけどもで、まあ、今回もちょうどあの藤井さんが受賞 えと今度は2020年に東京コンテンポラリーアートアワードという賞を受賞されたあまた直後にこういう機会を持たせていただきました。で、藤井さんのその、えー、と受賞されたあの時のコメント、あのインタビューから えー、藤井さんの表現手法と独自性ということで、あのこのようなインタビューがあのであのネットにも出てるんですが、えっと、藤井氏は歴史的事象に基づく脚本を構成し、演出を施した映画的手法と、その制作背景や演者の置かれた状況を客観的に記録したドキュメンタリーという手法から、映像インスタレーションをまあ発表してこられたと。 いうことそれから、えー、と非常にその藤井さんの,あの作品の特徴として、えー、と政治や社会のデリケートな領域まで批評的に、えー、切り込む取り組みということを、まあ、の注目されているということがあの述べられているんですが、えー、この先ほど見せていただいた藤井さんの,あの作品においても この同じような特徴が指摘できるんじゃないかなと、それをまあちょっと私の言葉で簡単に言うと、えー、一つは歴史的事件を、えー、人間を考察するのに、実際の、あのー、人間が演じるそういうものとあの交差させてやるということ、それから2番目としてはその演じる場面を撮影しているということ、それからあの先ほどの、あのーえー、と作品の中でも藤井さん自身が あのカメラを撮影しているところとか撮り直しを指示しているところそういうものをあえて入れ込むというそういうあの、えー、と二重構造になっているようなそういう形での,あの作品を作られているということそれからあの政治や社会のデリケートな問題として、まあ、人種ということをあの前回も人種ということが中心になっていたんですがで今回もそれに、えー つながるようなそういうお話だったかと思います。でその前回の時にですねあの藤井さんが言われてたことなんですが、えー、とフランス留学をされたのは今日もあの伺ってそれでさらに今日はあのその留学の前の子ども時代のことまで遡ってあの家庭の環境にその根っこがあったんだなということが、まあ、分かったんですけども。 で前回、藤井さんがおっしゃってたことで面白かったのは、あのそのなぜ日本の大学に進学しなくて、フランスに進学したのかという,のいうことに関して、一つは、えー、と日本の,その美術教育というのが、えー、と20世紀末でもあの18世紀以来のヨーロッパの啓蒙主義時代と変わらないような、そういう教育をしていたということで、あのフランスに行ったときには、 美術史の試験で与えられた課題というのが3つあると。でそのうちの1つはまあ哲学、それから2つ目が文学、で3つ目がレイシズムだったとで。この高等試験で、えー、主題を議論する最終試験で、そのレイシズムということがあの取り上げられるということが非常にその日本の美術教育とは異なっているということがある,ある,あるとで。そうしたフランスの教育があの富士山の中にも あのしっかりと根付いているとでまあそさらに今日はそ,そうしたあのフランスの教育自体に対してもあの批判的な目を向けられているということもあの論じられていましたがでやはりこうした社会を見つめるあの美術実践を通して社会の深部を考える姿勢というのはあのずっと藤井さんのお仕事の中で通底しているんではないかなということを、まあ、感じたわけです。 で今日の作品、私はあのコメントをするということで、事前に見せていただいたんですけどもで、まず初めてこの作品を見せていただいて、一番最初に脳裏に浮かんだイメージというのが、実はあの変な話ですけども、アウシュビッツの、えー、ムーゼルマンという、海峡と呼ばれた人々ですね。でそれはあのあのジョルジュア・ガンベンのアウシュビッツの残り物という本の中にも書かれていますけども。 これがどういう人たちかというと,、えー、と、アウシュビッツでは収容された人たちの多くというのは、本当に過酷な環境の中で、えー、と生ける屍というような、非人間になってしまうような、そういう過程があった。でそ例えば えと栄養失調から体重の3分の1を失ったころから始まるというような記述がありますけど痩せ細り続けると眼差しはにこりあの表情は無関心で機械的で陰痛になった目には曇りがかかり眼下は深くくぼんだ昼はあの薄いあ顔色は薄い灰色になって皮膚はですね。で えー、薄く硬くなって、髪のようになり、離脱あの、剥離し始めた、あらゆるタイプの感染症と伝染症、とりわけ回線にひどくかかりやすくなった、そして下痢というようなことも続くと、でこの時期には病人は自分の周りで起きていることすべてに無関心になった。 でなぜこれがこういう状況の人たちがムーゼルマン、あ開教徒と呼ばれるかというと、あのそれはまあ、いろいろあのはっきりしたことは言えないにしても、そういうふうにまウ、あ、シュビッツでは言んでたでそれは例えばその彼らのその囚人というのが地面にこう倒れ込むようにうつ伏せになり、そしてまた状態を起こしてはまた倒れ込むというような、そういうあのことを。 そういう動作特有の動作から、まあ、連想されたんじゃないかというようなこともあの言われていると。で、この人たちというのは、えー、っと生きる意思をすっかり失っていると。つまり死を覚悟しているのではなく、意思を破壊されてしまったんだと。で、えー、っとこれはあの人間と非人間の狭間であるというようなことが、まあ、あの言われているわけです。で、私はなぜこの作品を見てこんなあの極端な。 こととを思いい出したかっていうとあの、えっとまあ、生きるか死ぬか人間と非人間の間ということなんですけどもそれはこの藤井さんの映像の中で出てきたある男の子の言葉にこう刺激されてあのそういうふうに思ったのかなと思うんですがその男の子というのはうつむきながら人間じゃないようなないみたいな扱いをされていてみんながいるのに一人みたいな感じですごく嫌だったとでつぶ,やつぶやいたわけですね。 でそうした,そうしたあの男の子のうつむいた姿と非人間というような人間じゃないっていうようなことが重なってふっとこうそのやっぱりあのここでムーゼルマンと言われた人々の姿が重なったっていうことがあるんですけどもでこれはあの、えっと、ここでやっぱりなんでこう思いついた 思ったかということで実はその藤井さんの映像というのがですねあの差別は人間性の否定なんだということそれがずひんと胸に来たというふうにあの思ったわけです。えー、BLM 運動でも、まあ、奴隷というあのトニ・トニモリソン,リンこの BLM 運動の,あの一番初回なんかでも荒子のみ先生が論じられたそういうところでも そうしたその奴隷が非人間として扱われたというようなそういうあのことでことがあったそういうあの感じを受けました。あすいませんここでも言っちゃったんですね。それでえっともう一つあの感想というか撮影手法についてはですね。と藤井さんがまああえて自分の姿を入れるということがあ,のあったわけですけどもあの。 藤井さんの,そのこの作品の一番最後に出てくる、そういうあの出てくるあの言葉ですね、ナレーションのような言葉ですけども、私も監督を演じ、友を演じ、父親を演じて生きています。人間が経験する最悪の周知をする者たちは何者かを演じているのでしょうか彼らを演じさせているものは何でしょうかそれは観客に他ならないのです。というふうにつまりここで。 こうしたあの差別をするもの差別ということがどのように起こっているのかでこうした問いというものが観客に開かれているで私たち自身の問題として開かれているそういうあの手法であるというふうにあの思いましたでここであの3点藤井さんに質問したいと思ってるんですけどもえっ、ー、とまず1点目はですね、えー、とあの このエリオジェーン・エリオットの分離された教室というのをもとに、それをこの3.11の,の日本版にえと藤井さんがシナリオを書いて、今回の映像を作られたわけなんですけども、このエリオット自身もはまああの,の中のナレーションで、私は賢くて仲良しだった子どもたちが悪意に満ちた。 差別ををするるようになるのを観察していました子どもたちはたった15分でまるで別人のようになってしまったんですっていうようなことを、まあ、言ってるわけですけど藤井さんも、まあ、悪意に満ちた差別をするようになるのを見ていたというナレーションをされていましたがこのエリオットの作品とそれから藤井さんの作品ではあのつまりシナリオどこまでがシナリオなのかどこがあの演技なあの子どもたちが、まあ その場で演じたことなのかその場でまあやったことなのかっていうその辺りをちょっと聞いてみたいなと思いました。というのは藤井さんの作品はいつもあのその場のあの参加者というかあの演技する人その人自身がその場で何かあのやることというのがいつも入ってきてるというそれによってあの その過去と現在をつなぐというようなあのことを感じるので今回はどうだったのかなというふうにあの思ったわけです。でそれで、えー、と3点あの実はそのネットで見ていると3.11とアーティストというのであの水戸美術館で水戸芸術館で藤井さんがあのこの出演した子どもたちと、えー、あの対話をされるという企画があったんですけどもでその時にまあ だから実際子どもたちがどのように感じたのかなっていうそのお話もちょっと一旦紹介していただければなと思います。それから2点目は藤井さんの作品というのはいつも普遍的で人間の根源的なところに通じるような作品,があの作品なんですけども。 でまあ、今回、差別というのに、あの中にも出てきましたけど、あのコロナの感染症の差別というのもまあ,あるということで、例えば、この差別の裏には恐怖があるということが言えるかと思うんですが、えっと、この,あのウイルスに対する、この,コロナの新型コロナの時のあの医療者に対する差別とか、あの感染者への差別ということも、やはりそのウイルスに対する恐怖というものが、 あの特定の集団に対する嫌悪や差別という形で浮き彫りにしてあのなってきたということがあったとあ,のあったんですがそれは例えばのあの非常にそれはあのどこでも言える差別の構造ではあるとはいえ何か日本的な特徴というものも 感じあの今回の作品を作る中で感じられることがあったでしょうかということが第2点目、お聞きしたいことです。それから最後ですけども、えー、と上映する場というのがまあ藤井さんの場合は、例えばの前回の日本人を演じるというので、えー、とあのいろんなところへ、例えばあの韓国で上映するとか、それからあの、えー、と大阪のあの大阪で 鎌ヶ崎で上映されるということもいろいろやられてで、その時の上映とやっぱり観客の関係ですね、えー、とそれによって、やはりいろんなことが起こるということがあったかと思うんですけども、で実は今日のこの会、あのー、も、最初は対面でやりたいなということで、あのー、進めていたんですが、やはりこの状況でど、あの最終的にはオンラインでせざるを得ないということになりました。で 藤井さんのその上映というのも非常に場の重要性人と人のつながりということがあの身体的身体としてそこにあることの重要性というの,があのを感じるわけなんですけども、えっと、オンラインだと身体性の欠如ということがやっぱしばしばあの言われるわけですねで、えっと、その永遠のシンポジウムの時にも はもちろん2年前ですのであのコロナの前ですので対面でやったんですけどもその時もあのやはりいつものシンポジウムと違うという場が作られたかと思うんですね藤井さんの映像を見てその場でそのみんなで話をし,している中で。 ですので、えっとこの場とか場の共有みたいなものがこうしたオンラインという中で、えー、どのように藤井さんは考えられるのかなっていうことをお聞きしたいと思います。思います。すいません、ちょっと長くなりました。以上です。よろしくお願いします。はい。あ、どうもありがとうございました。それじゃあ,あの藤井さんどうぞあのお答えいただけますでしょうか。はい、えー、ありがとうございました。 えー、なかなか難題を3つも <laughs> いただいた感じなんですけれども一、えーまあ、つずつ、えー、とざっと,、えー、と答えていきたいんですけれどもまず一つ目なんですけれども、まあ、あのエリオット先生と,、えー、と今回の作品の決定的な違いというのがあります。それは、えー、まず子どもたちがですね、えー、何をしているかを理解をしていた。つまり えー、エリオット先生の場合は、えー、と子どもたちはエリオット先生が次何をするかは分かってなかったし、えー、エリオット先生自体が、えー、と言葉を通して、えー、キング牧師の死を伝えることができないならば、えー、それは体験経験として伝えるしかないという方法をとったわけですけれども、えー、今回、えー、参加していた子どもたちはですねあの作品に参加を制作する 前にあ、えー、ってですね、まあ、オリエンテーションを通して、えーまあ、あの黒人の、えー、がどのような歴史をたどってきたかとか、えー、また、えー、今回、えーこう、直接的には言及はありませんけれども、えーまあ、福島を巡る放射線を巡るこうさあの差別の問題、えー、当時、えー、子どもたちがいかなるこう、まあ、福島の子どもたちがどのような えこう集中を受けたかという新聞記事とかをですねあの子供たちと共有事前にしています。ですので、えー、大きな違いは、えー、子供たち自身がやはり、えー、と何をしているか、えー、とどういう問題意識で私が作っているのかをまあ共有していただいているという点で全く、えー、そういう意味では違うというのがあります。で。えーえー まずそれが、えっと、大きなあの違いかなと思いますで、まあも。もっと話せるんですけど、ちょっとあの3つもあるので、いってきますと、えー、2つ目の,そのじゃあ,あの、今回の作品を作りながら、こうえー、あるこう日本の、えー、と特殊なこう特殊性っていうのかな、まあ、差別をめぐる特殊性があるかないかみたいな話なんですけれども。あの これはなかなか答えにくい。えー、とまず差別、BLM 運動が一種こう、やはりあの、まあ、今回の次第で言えば、えっと、普遍性を持っていたのは、まあ、今回私の,、まあ、あのトークの中にもありますけれども、やはり、えー、究極的にはこの人権の問題であったり、えー、こうなぜこう人が、 人をこう線引きするのかっていう問題があるので、まあ、極めて普遍的な問題である、まあ、一方で、まあ、やはり、あのー、こう作りながらやはり自分の中ではあったのは例えばまあコロナにおいて、えー、コロナにかかったえっと患者さんおよび家族に、えー、まあ石を投げるとかねあのそういう事件がやはり起こっていた。 諸外、えっとまあ、国がそこまでそこまでするしてかどうかはちょっと知りませんけれどもやはり、えっと、基本的にこうなんていうのかなあるこう日本の中でこう差別また人権に対,するこうのに対する意識の希薄さっていうものが <laughs>、えー、こう歴史の中で やはり、まあ、あの仕組まれてこう作られているのかどうか分かりませんけれども、えー、こう直接的な、えー、っとこう教育として、まあ、身体化しているとはやはりあのこう法律を見てまではですね <laughs>、まあ、あの法の世界を見てもやっぱり思えないというなんていうのかなあの部分はやはり、えー、あるのかなと思います。 であのさらにちょっとこれちょっと大事なので一言つけて付け加えておくと、えっと、ちょうど昨日、えー、難民申請をしている難民の方にこうお会いしたんですねでその方がまさに今日僕が取材にした、えー、埼玉県南部にいるわけですけれども、えー、その方はあの15歳の時に、えー、と日本に来てで 難民申請しているので、あのこう住所がない、教育は受けられなかった、で今、えーと、そのうちの今7年間いるんですけど、そのうちの、えー、と2年間は、えー、と入管の中に、えー、と閉じ込められてで、今、コロナでようやくで、今、コロナがあったんで、出れている方だったんですけども、その方が7年あれば、カナダでは国籍が取れてたと。 7年いてねあの悪いこともしなく真面目に生きてたら7年あればもう国籍が取れてフランスもそうですけれども、えっと、しかし日本ではいまだに、えっと、明日、えっと、収容されるかもしれない、えー、どうなるか状況が分からないという状況を、えっと、22歳の青年が、えっと、私に言ってきたんですけれども、えーまあ、これを考えるとやはり日本の、えっと、人権、えー、に対する 何、えっと、て言うのかなあの考え方なり制度な社会制度なりっていうのは、まあ、相当あの、うん、なんか問題があるのではないかなというふうにはやはり思いましたで3つ目あのどこで上映するかによってこういろいろ変わってくるというような話なんですけども,もうこれはもうまさにその通りだと思,思いますで、まあ、作品の解釈が、えっとこうまあ、自由な分だけ えー、というか、まあ、作品を作りながらもなんかそういったさまざまな、えっと、こう差別を受けるこの,この作品を受けるだけではなく差別をししする行為 <laughs> をするっていう立場の人たちもこう念頭に置きながら作ってるのでさまざまな場所でさまざまなこうあの需要の仕方、えー、反応の仕方っていうのはあるんじゃないかなというふうには思っていますが。 えっとまあ、その上映会となんかこういう議論をね、あの一緒にしていく,いくっていうのは、なんか僕の中では結構、すごい好きなスタイルで、でまあ、それがこういったネット空間の中でえっと可能になるかどうかは、まあ、今、現在進行形で、<laughs> 初めての試みなんで、<laughs> あ<の> <laughs> 実験中ですって感じですね。<laughs> はい、どうもすいません、はい はい、ありがとうございました。あのそれではあのフロアからいくつか質問も来てますので、あのそちらに移っていきたいと思います。あのまず最初に、えー、っと質問いただいたさんなんですけれども、これは藤井さんがあの言及された、えーっと、このアラブ人が、その えと誰が霊室な,なのかっていう問いに絡んでの質問だと思うんですけれども、あ自分とは異なる人種の人に対して、えーまあ、あらゆる感情が湧き出るっていう言い方をされましたでしょうかね、それ,それ,それがまあ人種差別ではないのかっていうようなふうに聞こえたんですけれども。 またそのとえそ、そのことをもうちょっと深くお話しいただけますかっていうことで,で、すね、まあ、仮にその黒人が差別されているから BLM 運動を広めようと思うことも差別になってしまうのかっていう、まあ、そんなような質問が来てるんですけれども、少しこの点に関してお話しいただけますでしょうかはい、えー、っとこのあたり、ちょっと僕、早口でですね。あの 少しもうちょっとゆっくり話せばよかったなというふうに実は、えっと、思っているかなり大事なポイントだったと思うんですけれども、えっと、私自身がこう感じる、まあ、白人の方に感じるとかね白人はとか、えっと、黒人はとかいろいろ感じること自体を、えー、人種差別的だっていうふうに、えー、最初に、えー、っとその美術 予備校の学校の先生は、えー、ある意味そういうふうに、えー、と教育をしていくんですね。でつまりあのアラブ人、成績私は成績が悪かったんだ。ねでこれは先生が人種差別主義者だから悪かったんだっていうふうに言,言いますで。その時にその先生はその言ったアラブ人が人種差別主義者だよっていう教え方をするんですね。でこれは えっと、根本的に間違ってるんですね。あのというのも、えっと、アラブ人、まあ、先そのあとにこう僕はいろいろと、えっと、郊外の話をしましたけれども社会構造上差別されている、えっと、アラブ人および、えー、その2世の方々たちというのがもう厳然とそういう事実があるわけですね。 なので、その個人がそのあのお前は人種差別主義者だということ自体というよりもそう,うそういった個人をさせてしまう社会は何,だったん何なのかということを問わなくちゃいけないのに、えー、その個人に対してあなたは人種差別主義者であるという言い方というのはもうこれ、まあ、よくあるレトリックなんですけれども、えー、っとこれは間違っていると。でえー、それの延長上として、BLM 運動を、まあ、人種差別主義者であると。 えー、主義者たちの集団であるっていう、えー、っと批判が、まあ、あの白人保守の方々から「まあ、方々」とつけるかどうか分かりませんけれども、えー、っとやはり出てくると、まあ、これも同じで、えー、いわゆる黒人の方々たちが、まあ、憲法も含めてですね、えー、っとこうその社会的に不公正な状態に置かれているということ,にことを見ずにですね、えーっと それは差別主義者であるみたいなえっと批判というのはもう本当にえっとまあ無効であるということを正面からえっと反論していかなければいけないことなのかなというふうに思っています。ちゃんと説明できたかなま <laughs> からないですけどはいはいありがとうございましたあのすごく大事なところだと思いますでもう次の質問にあの移りたいんですけれどもえー、さんですが、えー、差別するものに 差別する者という役割を演じさせている、まあ、これ映画のは観客であるというメッセージが最後にありましたけれどもこれは現代の私たちが差別の歴史や事実に対する観客であるということでしょうかというあの、まあ、映像に対するあのもう見ての質問ですけれどもいかがでしょうか。 あはい、えーまあ、この最後の問いというのはなかなかこうあのいろんなあのこうそれぞれ結構割,割れる部分割れる解釈が割れる部分なんですけれどもあの一つ、まあ、今回 作品を作る中でですねあのこう考えたのはですねあの私たちがこう差別が行われていることを、えー、知りつつも傍観する。えー そしてその傍観すること自体が、えー、いかにこう差別を温存し、えー、継続させているかっていう問題が、えー、大きな問題としてあるのかなというふうに、えー、思っています。でこの傍観者を、えーまあ、傍観者と言ってもよかったんですけれども、まあ、ここを観客という言い方にしたという一つの、えー、っと作者の説明があるんですけどこれが絶対とは作品自体はある意味です 作者とは独立しているので、まあいろんなことを思っていただいて結構なんですけれども、まあ、そういうあの意図がありました。はいありがとうございます。あの感想も寄せられているんですけれども、ちょっとあの質問の方優先させたいんですが、ちょっと一点だけ、あの西井さんのご発表の中でも出てきたですね、あのえっと、お あの英検でやられたあの日本人を演じるのですねあの、えーと、が本になっていて、これがあのあの PDF であの見られます。あの今、私、チャットであの送りましたんで、関心のある方はあのそちらからあのご覧になれると思いますで、えーと。質問の方を続けたいんですけれども、えー これは、えっと、藤井さんでですす。かね。に質問です映像という媒体へのこだわりが何かあれば教えていただきたく思います。なぜ映像でなければいけないのかという点にすごく関心を持ちました。えー、とりわけ西井さんのおっしゃっていた身体性の観点がかかっているのではないかと思い質問させていただきましたということなんですけれどもいかがでしょうか。 はいえっ、ー、と映像を、えー、使う使わない作品も、えー、と作っていたりもするので、えー、特に自分自身がアーティストとして映像に、えー、特化しているこだわっているという、えー、わけではないですが、まあ、映像はあの今日のお話にもありましたようにあの自分の大学時代からなんかすごくあの 使う、えー、とものとして、えー、自分の造形性をこう確立されるものとしてあるんですけれども、えーえー、その映像というよりもどちらかというと、えーとまあ、映像制作という、えー、と場を作るということに大変興味があるんですね、私の中では。 つまり今回で言えば、えー、子どもたちにこう集まってなあの、まあ、先生たちも集まって何かこう議論したり、えー、じゃあどうしようこうしようっていう場を作るっていうことをそのもの自体にすごくあの自分の中では、えっと、興味があります。でたまたまそこにカメラがあって記録をしてそれを第三者が見るぐらいの、まあ、たまたまっていう言い方ではまあ意図的なんですけれどもなんかそこでいつも なんか自分の中では、えっと、その場場にいる私自身私たちの、えっと、ことと、えっと、それ自体がもしかしたら芸術活動かもしれない、まあ、つまり今みたいなこういう、えっと、議論そのものが、えっとえっと、芸術活動活動なのかもしれないそれを僕は求めているのかもしれない、えー、それは一種のデモをすることであったり抗議行動をすることであったりという,こう身体性を伴った えっと、そういういそのこと自体、で一方で、えー、それを記録してそれを保存し、えー、未来へ、または、えー、地域を越えて伝えていくっていう、うなんかいつもその二重性2つのことがですねここううなんかこう揺らいでるのがなんか自分の政策の特殊性かなというふうに思ったりしていますありがとうございます。 ちょっと関連する質問だと思うんですけれども、えー、大変興味深く拝見しました、映像の中で教室もきれいで清潔感があり、先生も美人で、子どもたちも可愛く、全体的に視覚的に美しい感じがあるのですがある種、グロテスクな実験の場をこういったきれいな形で見せるということに何か意図がありますかという質問です。いかかがでしょうか いっとこれ結構あの本質をついた質問なんですね、僕たちにとっては。つまり、一種こう美的なものをこう残したり、つまりワンシーンワンシーンをどう取るかとか構図,構図をどう決めるかっていう問題と、え、ー そこに映っている、えー、とある一種のグロテスクなものっていうものの,の関係って、まあ、結構、えー、そのグロテスクなものを美しく、えー、と取ることのなんかこう問題とかって結構あったりもすると思うんですよね。えー、この辺はですねすいません、あのー、実は その大学時代アランともう議論してしたことも今ずっと思い出しますけども、いまだに結論が出ないところかもしれないです。すみません、ここはあのパスでお願いします。ありがとうございました。あの時間がですね、あのもうそあの過ぎてきましたので、まあ最後なんですけれども、これ実は先ほど。 もうお答えになったことと重なるんですけれども、あの私自身もですね、この映画を見て、実はこう映画に見取れていて、自分の成績を言うのを忘れちゃったんですけれども、最後、やっぱりこう自分に刃を突きつけられているような感じがしたんですね。それで映画の最後の観客ということをですね、監督の目線で。 もう少し詳しく説明していただけませんかということで、先ほどその傍観者を意識されたっていうことを、まあ、そうだろうなっていうことで、それはまあ見ている私たちに対するこうや刃を突きつけられているっていう感じはそこから来たんだなって自分で納得したんですけれども、う他に何かあのこの観客っていうことで、藤井さんの目線で何か意識されたことってございますでしょうか。はい あのすごい細かい話なんですけども、あのシーンに行く前にですね、あのまあ、最後のシーンに行く前に、えっと、一人の子供がですね、アマゾンのギフトカードをちらっと見せるんですね。 でこれはえっと今回参加してくれた方が出演してくれた子どもたちにアマゾンギフト券を、えっとまあ、プレゼントし,したんですね。まあ,あの感謝の印あのでえっとそのえっと瞬間を一瞬こう映す。でこれって、まあ、Amazon がこのコロナにおいてまあかにおいてまあ最大の、えー、まあ あの収益を上げた企業だったでもありですねまあこの今日の現代資本主義の社会のまあ一つの象徴でもあると思うんですでそうなってくると、えー、この作品のあるどこかにですねまあ私自身の、えー、と考えのどこかにこの、えー、と現代資本主義、えー、が作り出す差別っていうものが、えー、突き詰めれば 原発も一つの資本主義の、えー、っと一形態としてこう私たちの中に現れてるわけなので、えーまあ、その資本主義の問題とこの観客つまり、えー、その欲望の、えー、装置である、えー、観客っていうものが、えー、っと絡んでいるんではないかというまた別の視点を、えー、っとこう考えで得る作品になるのかなというふうにはちょっとあの。 え思,い思いました、はい、どうもありがとうございました。あの、まだまだいくつも聞きたいことはございますし、質問最後の質問、中山先生から来てるのは。あえー、っと、じゃこれを最後にしましょうか。えー、っと、西井さんが取れたところにも関わるんですけれども、これはあのチャットの方かな。えー、子どもたちがあのセリフを言っていたのかどうか。 っていうことなんですけれども、これはあのいかがでしょうか。えっとですね、あの例えば親切にされる人、されない人って誰っていう質問がありますね。これはあのオリエンテーション、あの撮影前にですね、宿題としてえー、っとこう家で、えー、まああのご両親含めてちょっと考えてきてみたいな。 えっと形で、えー、っと宿題として考えてきてもらっているので、まあ、その場で、えー、子どもたちが考えたことを、えー、っと発言をしています。で、えー、今回の作品の中では、えー、っとこちら側が用意したシナリオのセリフと、えー、子どもたち自身が考えるナシナリオが、えー、もう混在しているという形で作っていますので、まあ、そこがあの 最初、西先生がご指摘されたまさにそのどこからが演劇でどこかわからない状況をまあ作り出しているということです。はい。内訳はそういうことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あのー、あの本当にこうこの先ほどこのこういった今お 行われているこの作品をめぐっての質疑応答も含めて、あのそれが、藤井さん、先ほど、それも一つの美術的な行為だっていうようなことをおっしゃったと思,思うんですけれども、それはあのこういった回をこう模様,模様させていただいた私たちにとっても大変あの刺激的ですし、そういった中にあの関われたことを大変嬉しくあの 思っております。大変今日はあのいろいろと考えさせられる。あの回だったと思います。あの富士山お話しいただいて、映画も上映していただいたことに心から。あの御礼申し上げます。ありがとうございました。で、これで。<や>あ<の>こちらこそありがとうございます。あの、あの残念ながら、もう時間ですので、ここであのセミナーは。あの終了とさせていただきます。あの、本日はたくさんの方に参加いただきまして。 どうもありがとうございましたあの。参加者のアンケートを用意しておりますので、あのご協力どうぞよろしくお願いいたします。え次回がですね、このブラックラフスまたあの連続セミナーあの、昨年の10月から続けてまいりましたけれども、次回が最終回になります。えっと、日程は7月の、えっと、21日で,ですね。 いつもと違って午前9時半からの予定です。また詳しくはあのウェブサイト等をご覧ください。それではあの本日は皆さんどうもありがとうございました。藤井さん、西井さんどうもありがとうございました。